あ、でもなんかベジタリアンの女の臭いちょっと待って、えそれでしょ、みんなまあよろしくお願いします。今日はコラボなんですけど、はい、すごいコラボです今日は、はい、自己紹介いいですか。はい、先行の三味子こと十文字源斎と申します。よろしくお願いします。ちなみに今日は YouTube でコラボしてますので概要欄見ていただければと思います。ありがとうございます。今日は催眠術師の方にもうこれはいい加減決着つけようと思ってるんですよ。催眠術ってあるのかないのかいろんなある中で実体験する人ってなかなか少ないと思う、うん、やっぱりテレビを通して見るっていうのはいるけど目の前であんまり聞かないって思うんですね。で、その中で実際どうなのってぶっちゃけになってる人もいると思うんですよ。そうですね、まあまあまあ、僕はその一人ですね。まあ、かからないと思っちゃってます。お前はい、お前かかってるぞ今なんですけど、はい、それでですね、今日はまあ我々の人数を1、2、3、4人いますから、はい、その中でかけていただいてですね、はい、いろんな段階を見てですね、例えばなんか叩いてみたいとか、なんか金も行くとか、どこまでそれをいけるのかっていうのをやっていきたくて、はいはい、で、かかってなかったらかかってないでいいんですか。あ、僕のプライドにかけて絶対にやらせはやりません。なるほど、はい、そういうことですね。そういうことですね、はい、これというか放送事故になる可能性もあります。確かに確かに全員がかからなかったらかけれませんでしたごめんなさいで結構です。おー、ちょっと自信がすごい。すごいですね。いや、あのやらせをとにかくしたくないんです。大嫌いなんです。なるほど、なるほどね、はい、もうだってすでに2人はかかってますからね今かけていきましょう。僕ちょっと MC じゃあ仕切りやるんで、はい、一旦自分の3人。確かに、まあ、はい、全員かかっちゃうとまあまずいっすね。そう、全員かかってたら多分貴金属盗まれるからいい。確かにな。じゃあまずはかかりやすいかどうかを見ていく。なるほどね。じゃあビンタしていけばいいです。やばいよ、かかったやつ最初から。まあ、十文字源斎らしい書き方でもうかかりやすいかどうかをまず見るということで、はい、これハードル高いですよ。だって僕ら顔隠してますからね。実は美少女が全然見れないので分析ができないんですが、ちょっと真剣にいきます。お願いします。手出していただいて、はい、せーのって言った瞬間にグッと握ってください、はい、一瞬にしてこの手が開かなかったら面白いですか。面白いです。一つだけお願いがあります、はい、楽しんでください。はい、いきます。せーの、グッ、ちょっともう一つ、一つも開かないよ。すいません、あのちょっとぐらいかかったふりしてくれ。嘘ですけど一つお聞きしてですか、はい、ちょっとぐらい開きにくかったか全く抵抗なく開けたかどっちですか。あ、もう考えちゃう時点で抵抗なかったんですねって話ですよね。あ、そうですか。あった方はうん、ありましたねって言いますもんね。はい、ということは、あっという間にかかる方ではないということですね。時間がかかる人っていうことですね。そうですよね。コミュニケーション取って、すごい時間かけてみたいなタイプかもしれないですね。めんどくさいですね。すいません、めんどくさいですよね。じゃあ同じでいきましょう、はい、せーのって言った瞬間にグッと握ります、はい、ですか。せーの、グッ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 いやいやいや、違うんですよ、これ握るんです、はい、握るんです、はい、握るんです、握るんです、はい、開くな、はい、開くな、違うんですよ、はい、僕が言ったのは開かないでじゃなくて開くなって言ったんです。あー、そうなんでこと聞かないんですか。あー、すいません、すいません、すいません、あ、もしもとか銀座の時もしかして銀座の、もういいです。あ、いいです、いいです。あの最初に言った通りやらせはやりませんので、うん、なるほど、まあ、今はまだかかりやすいかどうかの見てる段階ですか。見てる段階です。まだね、怖、はい、怖って言いました。今怖って言いました。楽しんでくださいね。楽しみは分かるけど、せーのって言った瞬間グッと握ります。いいですか、はい、一つお願いがあります。楽しんでください。楽しみます。では行きます。せーの、グッと握って、一つ、三つ、もう一つ、もう一つ、はい、だグーッと見て、もう力入ってる、どんどん入っていって、
ってどんどんどん同調って言うんですよ。これ同調って言うんですよ。もう開かないです。見てこの手を見てる限り絶対開かないです。すごい。マジ？そしてそのままぐーっと伸ばします。ぐーっと伸ばします。ぐーっと伸ばしたらもう腕曲がりません。あ、もう曲がらないです。もっと。あ、でね、見てこうやるでしょ。こういうでしょ。ほら、もう曲がらないです。これで曲がらないです。ほら、曲がらないです。ちょっと待ってください。はい、これ見て、ちょっと待ってください。ガチ？はい、でも、スッてやると、あ、あこれ、はい、かかりました。マジ？ガチ？お前、マジ？ちょっと待ってください。シンプルに決まるやつ。ごめんなさいって、はい、ある芸人さんがかからなくて、はい、すごいヒヤヒヤしました。確かにここ白くなってたっすよ。力入ってたようになってたな。コメント見たかお前。じゃあバロンはもうかかりやすい。あ、かかる可能性十分ありますね。そのままもう一回グッと引いて、そのまま固まるよ。そのまま固まるよ。こっちに手出してグッと引いて、もう動かないでしょ。入った。そのまま見て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 、もう動かないでしょ。ちょっと待って、ダメ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 。無理です。しかも、しかも後ろに引っ張られるよ。スッてやるとしても後ろに引っ張られる。どんどん引っ張られる。どんどん引っ張られる。後ろに引っ張られる。後ろに引っ張られる。どんどん後ろに引っ張られる。後ろグッて引っ張られる。グーッて引っ張られる。すごい。そのまんま催眠解けるよ。あ、叩けますね。で僕もうほんとごめんなさい、対抗しようとしてたんですけど、だんだんなんかもう入ってる感じ、いいやっていう、なんかどこまで痛みできます。痛みのこっからが本番なんです。あ、じゃあそこまでいきましょう。はい、ちょっとこれま まずどういうのできるんですか。笑わせるとか。だからそれちょっと見たい。まだ見たい。まだ見たい。まだ見たい。ちょっと見たい見たい。じゃあラフェルさんの顔で笑ってもらいましょうか。なるほど。なるほど。そんなこと目が見えないのか。すごい曇ってるな。すいません。モザイクやったらできますよ。モザイクします。目だけやったらできちゃう。なしでいきましょう。うわぁ。曇っちゃって。曇っちゃって。あ、大丈夫です。です見る必要ないです。アメリカ生まれの格好でしょう。それ。塗って。楽しんでます？楽しんでますよ。タマリさんの顔見て。眠ってスッと近く見る。スッと近く見る。おぉ10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、0、スーッと力抜ける。10、9、8、7、6、5、4、3、0、肩の力、腰の力、背中の力、どんどん抜ける。スーッと力抜ける。3つから寝ると気持ちよく目が覚める。気持ちよく目が覚めるとマスクをしているラファエルさんの顔をなんでそんな知らねえんで、めっちゃ面白くなるよ。1つ、2つ、3つ、おはようございます。マジよ。いやでも気持ちいいっすよ。
気持ちいいですよ、ね、気持ちいい、ね、気持ちいい感覚は分かりました、はい、じゃあほんまにまずじゃあ痛み系いくで、ここからはい、まあ、じゃあお前がそれやらせるかどうかちゃんと俺らはこれ信じてるけど、はい、視聴者は信じてへんぞまだ、確かにそっか、うん、俺らはもう分かるけどこれやっぱ視聴者向けに日本語とって、ね、いやいやいや下のでかいもんほんまに行くで、しんどいよ、しんどくはないですね、おもろかった、おもろかったですね、いっぱい笑ったんですね、はい、確かに、こんな笑いでも見たことないもんな、確かに、そうですね、嘘でも聞いたもんね、一番笑ってたじゃん、アマさんの顔見て笑うなんてできないですそうやな、これやっぱ視聴者とまで言っても、はい、やっぱ俺らやらせやってると思われそうなのかな、はい、痛みの方はちょっとやりたいですよね、やりたいです、はい、これビディビディペン、ちょっとじゃあ一回やってみて、俺が、うん、そんなに来ないっすよ。ごめんなさい、ごめんなさい、落としちゃった。嘘っぽいな。結構来ますね、これ。結構来ますよ。普通に来る、マジで。すいません、たかが電池ってバカにしてましたけど、結構来ますね。うん、これは、そうですね。ちょっとお前やっといて、今。怖っ。怖いよ。めっちゃ痛かったですね。あ、もうすごい痛かったです。痛い、痛い、ね。それを痛くないように。はい。もう危ないか、そうだったらお前。ダメです、これ、すり替えがあるといけないんで、はい、僕、元マジシャンだったので、そのすり替えとか大嫌いなので、はいはい、ずっとこのカメラにあるところにずっとこれ、すり替えがないように持っていただいて。あ、はい、あ、まあ、その間はね、カットはするんですけど。カットはするんですよ。カットは入っちゃうんで、はい。ノーカットでいきますけど、はい、ノーカットで。うん、はい。じゃあ、そのまま。見て。スーって近づける、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 スー見つかれると気持ちよく目覚める、気持ちよく目覚めるとあなたは手から伝わるビリビリがとっても笑いになって体中くすぐられてるみたいにめっちゃ楽しくなってくる、そうだから指先もくすぐられてるみたい、そう体もくすぐられてるみたい、ビリビリがとっても楽しくてずっとやりたくなります、だから痛いよりも楽しい方が上回っちゃうよ、3つ数えるとどんどんギューッと握りたくなります、1つ2つ3つございます、見たら楽しそう、めっちゃ楽しい、めっちゃ楽しいですよ、ほらどうしたんですか、全然え、押してますよ、うん、えめっちゃ楽しい、調子してる、うん、めっちゃ押してますこれガチやわ、ガチだろ、ほらガチだろ、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 全部握って、久しぶりに握って、こういうの絶対あかんもん、確かに、絶対無理だもん、ちょ、ほら、うん、なんだろ、かかりました、ガチ全然大丈夫ですか、全然大丈夫ですね、こう来てるでしょ、ビリビリは、まじめっちゃ深爪やでも、まあ、電気いやこれダメです、僕これ来てる、普通に来てるから普通に来てるからダメですもん、あーえ、普通ここまで来る、いやこれほんまやばい、すごいよ、ガチだ、ほんまガチや、ちょっとほんまにじゃあスタンガンやらしてスタンガンやらしてスタンガンやりましょう、スタンガンやらしてえ、ほんまなんこれ連発できる刺激じゃないですよ、ガチ続きやらしてどれやったらもっと信じてもらえるから、もっともっと、ガロンは下もありえへんもん、ガロンは絶対こういう系の、そうなんですよ、ね、ビビる系は絶対上がるもん、そう僕らがよく知ってますもんね、そう、俺ら一番知ってるから、すごいな、 CIA がさ、よくやってる拷問のやつやらしてる、そうなんですよ、ガ
しいよ、すごいな、すごい。そうか、それをなくせもんな、もうこれじゃないやろ、ね、なんか骨はダメなんですね。骨はね、入らない方が多いんですよ、パーセンテージ的に。そういうことですね。たまに大丈夫な人もいますけど、骨がダメか、骨がダメ、だから例えばケツバットとかね、そういうのだと痛くなるけど、ね、これ遠かないままだとどうなるんですか。かかってるのは5分、10分とか、長くても2、30分なので、暗示を足し続ければもちろん長くかかりますけど、あの1回かけただけだったらもう短い時間しかかかってませんので、徐々に解き始めますので、残念ですわ。朝起きて寝ぼけた時がだんだん普通にしてたら起きてきちゃうのと一緒で、あのずっとかかり続けるってことはないですね。メンタリストがなんかの映画で暗示をかけられたら、その間ずっと別人になってて、その暗示かける時のなんかどっか触る解除ボタンを押さない限り人が変わっちゃうみたいな、そういうシーンがあったんですけど、あんなほんまにあるんですか。例えば日本人が1億何千人いたとして、その頂点に君臨するぐらい催眠性にかかりやすい人がいたとしたら、それは起こせます。理論的には起こりますがという話です。うん、お前すごいな、お前ちょっとちょろない。ちょろいですね。いやでもそんまやもんな、あれは受け入れちゃった。あー、そういうこと、言われる言葉をもう本当にもう、なんつうの、キモないお前なんか。僕もシンプルに自分キモいなって思ってますもん。応募してきた段階からキモい。初めての体験ですけど、テレビ番組でビリビリの機械とか、はいはいはい、あれはでもスタンガンって、まあまあそうですね、すごいですもんね。確かに確かに、もうこれ以上検証のしようがないか、しようがない。ああ、これはすごい。だからやっぱ本物のプロの人と、まあやっぱかかりやすいとか、まあ、条件がやっぱ重なればこれなるという。そうですね、かからない人は時間かけないと厳しい。そうですね、だから催眠術がかかれば感覚も変わりますし、感情も変えられるし、記憶も消せるし。はい、ただ記憶といっても人生の記憶ではなくて、どうすれば起こす程度ですよね。だから例えば久しぶりに会った方の名前がっていうのはあっても、自分の名前が忘れるなんてことは普通ないわけですよ。でも自分の名前が忘れてしまったり、16歳の時に初体験、実はあの50ぐらいババアって言うけど、初体験、その記憶消せます。今の話聞いてました。人生の記憶は消せないね。初めてでババア一生したいよね。やっぱりお兄ちゃんも若い人の方がええのって言われたけど、やってる最中やってる最中やってました。その記憶はだいぶ登ってるんですよ。それだけじゃないですか。そうですね、それだけじゃないですね。それはすごいな、マジで。すごい、ほんまにすごい、ほんまにすごいっす。ありがとうございます。ほんまにすごい。もうこれはほんまに存在するってのもこれ分かりました。あ、ありがとうございます。マジで信じなかったね、今までは。すごい、もう信じた。割合的にどのぐらいでいわゆるかかりやすい人は、今みたいな感じ入りやすい人、もちろんカメラが回ってるとか撮影ってなると難しさが極端に上がるんですね。ですよね、はい、ただ本当に例えば守秘義務を守って本当に誰も言わないから本当にかかるかどうかやりましょうかってやった時に、本当にその人がかかりたい、楽しみたいって気持ちがあったら8割以上の人はかかる。そうか、まあ、言うて俺らおるし。それもありますし、あとはかかったらどうせカメラに映されるんでしょっていう気持ちとか、はい、いろんなものがやっぱりブレーキになりますから、はい、うわーいっさの配信しようとしたのに。なんでそんなやろ。いや、配信しちゃう。配信しちゃう。配信しちゃう。一発前。無理ですね。それはやばい。そうですよ、カメラさん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。